27日のところですね。神のおびただしい名前の中にあって、無思考でハートに安住する者には、私、あるいは私は実在するという名称ほど、真実、適正、かつ美しく響くものはありません。これはマハリシの体験からそう言ってるんですね。神の基地の名称の中でエゴ、自分意識が解消されたとき、私、私、私あるいは私は実在するだけが意識がセルフに直面したもののハートの空間、真空。まあハートの空間を普通はね、まあ振りだよって言ってますけどもね。もちろんそれにアーカーシャってつけてもいいんですけどもね。フリダヤ、ある大文字、RI って小文字で書いてもいいけども、まあフリダヤ。これが、まあ、ハートのに該当するサンスクリットですね。まあ、フリダヤだけでいいんですけども、その空間って、まあ足したい時にはそれにアーカーシャ。で足して続けるとフリダヤーカーシャってなりますが、それがまあここで真空って書いてある。真の方はこの場合にはハートでね、マインドじゃないです、ハートで、それから空はアーカーシャに当たるものですね。フリダヤーアーカーシャ、この中に全てがあるんですよ。この中に宇宙の空間もあるし、時間もあるし、人間も存在、人間の肉体もね存在している。ここから全部出てくるんですよ。それを別にして神っていうのはないんですよ。観念はプカプカ浮かんでるかもしれません、人間の頭の中に。ハートの空間に弱木無常の言葉、マウナパラバーク、ね、マウナっていうのは弱木って、まあ、何度も出てきたでしょ。弱上でもいいですけどもね、無音、音がない、つまり考え事がない、あるいは自分意識がないということですね。マウナはね、パラっていうのは最高のっていう意味ですね。無常の、バークっていうのは言葉です。それで弱木なる、ね、弱木無常のバーク、言葉ですから、聖書に書いてあるのが神の言葉じゃないんですよ。っていう沈黙が神の言葉なんですよ。文字じゃないんですよ。あるいは誰かが語る言葉じゃなく、で自分が静まることが弱木無常の言葉なんですよ。自分意識がないことが。ですからマハリシが何度も何度もね、熟眠状態は非常にセルフに近いんだっていうわけ。静かでしょ。ギャーギャーって騒いで熟眠してきてになるでしょ。ですからこの弱木無常の言葉、あるいは音ね、それがオームですね。それを AUM あるいは OM でオームって表したんですね。として湧き上がり、支配的になり、ね、静けさが支配的になりというね、すべてを圧倒して響き渡るのです。ですから、すべてを圧倒するからね、ロックの演奏会の音が大音響なんじゃないんですよ。大音響っていうのは弱木なんですよ。だから、内と外とかね、大小とかっていう観念がね、どうも人間にはわかりにくいっていうかね、分別している人にはわかりにくいのね。こういう石鹸ではね、要するにボリューム上げたら大音響っていうでしょ。小さくするとまあ音が小さいっていうでしょ。か細い声とかね言うでしょ。で
大は小になり小は大になるっていうのはね、ナーダを聞ける人には分かることなんですけどもね、ナーダ音って、まあ、聞こえる人と聞こえない人いるし、聞こえても聞こえなくなる人もいるしね。で、外の世界の音じゃなく、瞑想してると、どこからかね、キーンとかシーンとかね、あるいは鳥の鳴き声みたいなものとか、音が聞こえてくるんですよ。まあ、それらは何かって言ったら、まあ、僕の体験からはね、最初は、その、脳波活動の音でもあり、体内には血流とかリンパ液流れているので、そういう普段知覚できない音が聞こえてくるんですよ。で、フルートのような声とか鳥のさえずりとかいろんなものが聞こえてくるんですが、最後にそれがシンフォニーみたいになってね、ナーダ、内的な音がね、聞いたこともないような美しいこうシンフォニーとしか言いようがないような音になって、そこになんと不思議なことに雷の音とかね、まあ雷鳴ですね、そういうようなものが聞こえてきて、最初は外の音で邪魔されそうな加速器音なんです。静かな音なんです。キーンとかシーンとかヒューっていうような、それがどん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 大音響になって、それがシンフォニーみたいに聞こえると、もう外の世界の音が聞こえなくなるほど大きな音になるんです。小さな音が一番大きくなってしまうんです。で、いろんなナーダ音聞こえるけれども、その中のね、加速器、一番加速器ナーダ音、小さい音に焦点を合わせていくと、焦点が合うとね、それが一番大きな音に聞こえてくるんです。ですから、小さいのが一番大きな音になるんですよ。で、最初に聞こえるナーダ音、いろんなナーダ音の中で大きなものの中の小さいのに焦点を合わせるんです。そうするとそれが一番大きくなるので、最初に聞こえてた大きな音は小さくなって、あとは消えてしまうんです。それと一緒でね、内へ内へって入っていって、セルフと一体になると、それが無限大に拡張してね、その普遍の普遍意識だけが、唯一の普遍ということはどこまでも広がっている広大無遍の意識だけになるわけなんですね。ですから外とか内とかね、大きいとか小さいっていうのは、どっかで観念がひっくり返っちゃうんですね、瞑想深まっていくと。だからそこまでいかないと、まあこういうマハルシたちが言っていることはなかなかわからないんじゃないかと思うんですけどもね。まあそういうことを、まあライアの体験とかした上でならね、すべてを圧倒して響き渡る弱木って言われても何の言葉はわかるんです。でも普通だと弱木って言ったらロックの音に消されるじゃないとかって、まあそう思っちゃうでしょ。そうではないんですね。私という実在感に注意を集中して、私私という神の名前に絶えず瞑想してさえ、人は思いの出所に導き寄せられて、肉体へひっつくエゴの方がを破壊することができます。まあこれはマハルシの立場から言ったらね、まあ世間の人とお弟子さんとこう話してても、ああ、私私って思うだけでマハルシはもう完璧に外の世界が消えてしまうようなところにすぐ行っちゃうのでね。そうでしょうが、皆さんがね、私私ああいああいって言ったって何も起こんないでしょ。それが違うんですよ。例えば僕がね、目をつむってね、眉間に集中してじーっとしててください、青い光見えてきますからって言っても、見える人ちょっとと全然見えない人の方が多いですよ。ですから大抵持ってる人がこうだっていうのとね、大抵ない人がねその通りやっても一緒になるかっていうと、そうはならないんですね。何度も言うように、落合選手がね、三冠王を3回取った、何、球が来たら打てば三冠王になるんだよって言ったら、皆さん球来て打ったって三冠王になんかならないでしょ。ですからレベルが違うとね、言葉の意味が違うということですね。威力が違うんですね。思いは手放したら苦痛なくなりますよって言っても、手放せる人にはそうであってもね、手放せない人にはね、手放すっていうことが分かんないわけですから。
からマハルシだったらね、私私という神の名前に絶えず瞑想してさえ人は思いの出所に導き寄せられて肉体へひっつくエゴの方が、ね、自分意識を完璧に破壊することできますよというんですか、そうはならないでしょう。で、米印までの説明はラマナ・マハルシが16歳で体験した自己実現セルフの学習現状以来常に自覚できていた状態がそのまま下脱しているもので、常に自覚できていた状態、無思考で、あの時には、まあ、呼吸も止まってしまったんですね。それでも私はあるという式、それを常に自覚こう持続できてたっていうことを言ってるわけです。聖典などの記述を話しているわけではありませんっていうことですね。その下から2行目ぐらいでしょうか、訳語の私っていうのはあのダブルクォートでくくってあって、その前に米印ついてるのでちょっと見にくいかもしれませんがね、米印3つじゃないですからね、そこね、米印までの説明はっていうのはその前までの説明はっていうことですね。ですから聖典などの記述を話しているのは、まあ、学者たちね、インドでもたくさんいます、自分の体験がないのにそういうことを言ってる人たちね、日本でもたくさんいるでしょ、天の声とかオウムとかね、究極の下脱天の声なんてね、本当は聞いたことないしたことないのに喋る人たちがいますでしょ。米印からの後の文はアートマ・ビチャーラの常習者でかなり深まった人には有効な説明でしょうが、普通の人にとってはあまり意味のない教えかもしれません。凡人は私という実在感が何のことか分かりませんし、私って言ったら自分の肉体のこともでしょ、普通が真剣にとらわれていますもんね。で、私私なんてあーやーいと言われても何が何だか分かんないわけですね。アイアムだってアイアムだよって言われてもそれも分かんないでしょ。キリスト教の人たちでもね、アイアムだってアイアムなんて旧約聖書に書いてあるの意味分かんないわけですから、まあ、ここで着目していただきたいのは、着目というものが全てを圧倒して響き渡る、ね、無音が響き渡るって言うんだよ無音が響き渡るね、そういう世界があるんだっていうことです。そこには現象は何もないんです。光、至福だけ、全てを圧倒して響き渡る無音の至福、ね、ブリスだと思えばありがたいものだなと思うかもしれませんがねじゃあこれはここまでです。